反対向くじゃないですか、はい、シューッとってこう切って急にはいここで反対ですか、ね、ここが垂直になってるっていう意味ですよ、はい、こんにちは、こんにちは、黒田正和の YouTube 工業高校のお時間です。パチ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 、はい、今日も最後まで見てください、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、今日やるお題は、はい、内径測定で、内径測定のね、その測定する、はい、まあ、測定器もまあいろいろありますよね、はい、まあ、あの先日もうアップされているこのノギスのこのこっちのこっち側ね、はい、こっち側で測るパターン、はい、と、あともう少し、まあ、あの1000分の1ミリまでの実測をしっかり把握したいなという場合、はい、そういうのはダイヤルゲージを使ったりするんですけども、ダイヤルゲージだけ持ってきてもね、測れないじゃないですか、これじゃん、これでこうやって測ったって測れないですよね、穴、はい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 、でどうしても道具が必要です、はい、でシリンダーゲージっていうもので、また別の日にね、違う測定器で穴径を測ってみたいと思うんですけど、今日はこれ、はい、これシリンダーゲージっていうもので、はい、まあ、サイズがね、いろいろあるんですよ、まあ、これが、まあ、18ミリから35ミリって書いてあるんですけど、このサイズの範囲内の測定しかできないですよというものですね。まあ、このノギスだってそうですよね、これ0から150までしか測れませんので、まあ、どんな測定器にも測れる範囲の限界というのがあるので、当然ながらね、こういう工作物の中でいろんな穴のサイズもね、大きいものもちっちゃいものもあるので、まあ、こういう測定器もその限界限界をこう見て、あ、こっちだったね、18から35、はい、いろいろここに、まあ、いろいろありますよ、大きいものだと、まあ、こんな風に、もうちょっと大きくなる、違いますね、ここの頭が全然違いますよね、まあ、こういった大きいものもありますし、はい、逆にこれよりもちっちゃいのもありますよということです、はい、はい、こういうふうにね、このちっちゃくなりましたね、ここもさらにちっちゃくなってくるね、ここね、はい、はい、こんな感じで違いがあります、はい、で今日はまあこの辺の穴を測りたいので、はい、まあ、こいつがちょうどいいなというところです、はい、それではじゃあどうやってやるのか、はいはい、ですが、はい、ここの、はい、測定ヘッドのところに、はい、まあ、穴が開いてるんですけど、はい、ここにいろいろ長さの違う測定紙があるので、これを選びます、はい、これあの2ミリ飛びで違うんですね、長さが、で、まあ、偶数で18から35までって書いてあるので、はい、ここに34まであります、はい、で34は35も測れるっていう意味です、はい、で測りたい穴がね、ちょうど何ミリか、ちょっとこの簡単にノギスでピッと測ると、はい、まあ、27ぐらいだなっていうふうに分かるんですね、はい、まあ、アバウトですよ、これはね、27にするんだったら26を選んだら1ミリのスペーサーを使いなさいよと、あ、この1ミリのスペーサーをここに入れることによって27になるよと、はい、でここに入れて26の測定紙に1ミリのスペーサーを入れたことによって27ミリが測れる状態になったと、はい、ということです。でこれが終わった後に、はい、この、まあ、ダイヤルゲージ、市販ダイヤルゲージ、まあ、何でもいいですけど、はい、メーカーいっぱいあるんでね、これをここに突っ込みます、はい、だいたいここのステムの径がどこのメーカーさんも統一されていて8ミリなんですよ、ですのでこういったシリンダーゲージもいろんなメーカーさん作られてますけど、はい、この穴径も8ミリです、ですので全然違うところ同士のメーカーのシリンダーダイヤルゲージを抱き合わせてもちゃんとはまります、でまあここのね長さもおおよそいろいろ揃ってるんで、はい、全く一緒じゃないです、ここだけは、うんうんうん、はい、いろいろありますんで、つかめないっていう場合もあるはずです、はい、中にはあります、相性の合わないメーカー同士だとね、はい、これあの実はメーカーが違うんですよね、どちらなんですか、これは水豊さんですね、はい、まあ、あの測定器といえば、まあ、水豊さん結構いろんな種類出してるんで、はい、まあ、結構水豊さんになってしまうパターンが多いんですね、うんうんうん、でもこっちは水豊さんじゃないんですけど、今回どこですか、これね
シチズンさん。シチズン。シチズン。シチズンっていうと時計のメーカーっていう感覚ですよね。そうですね。一般の方は。はい。でも我々って計測機器メーカーなんですよ。シチズンってすごくね、たくさん計測機器を出してます。はい、時計だけやってるわけじゃないんですよ。意外ですね、はい、全く同じロゴでねやってるんで、まあ、結局この中身が時計の部品と、まあ、似てるじゃないですか、はいはいはい、針がくるくる回る話なんでうん時計を作る技術があるところは、まあ、こういったものも作れるんでしょうね、きっとね。なるほど。シズンはね、工作機械もある、はい、ありますよ。うち持ってましたよ、ね、もう今は持ってませんけど、昔シチズンの円筒検索版がありました、はい、検索版ですか。そう、円筒検索版がシズンさん作ってたんですよ。今も作ってるのかな、ちょっと分かんないですけど、うちにはありましたよ。で、まあこれつけましたと、はい、でもつけてもどの辺で止めたらいいか分かんないですよね。分からないですね、当然適当につけて、はい、測りますって言っても、実測値がいくつなのかさっぱり分かんないですよね。ありますね。ダイヤルゲージっていうのは必ず0点合わせをするための元気がいるんですよ、はい、元気っていうのは元気もりもりの元気じゃなくて、はい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 、腹に腹っぱの腹に器って書くんですよ、はい、ちょっとこの辺出しておいてください。はい、出します、はい、元気もりもりじゃなくて腹に器の器っていうことで、はい、元となる器、つまりマスターっていうんですね、模範の元、元気っていう意味合いなんですけど、はい、そういうのが実は今回こう穴を測るので、リングゲージっていうのをザーッと、うちはここにいっぱい揃ってるんですよ、サイズ違いでね。で、これが、はい、ここだけじゃなくていろんなところにある。うわね、まあ一箇所だけだとみんながこう取り組むことになるの で、ね、もう部署部署にもうこんだけの量をいろんなところにまあセットしてあります。で、当然ならこれ自社製です。で、マスターリングゲージっていうんですけど、我々が作るやつは、まあ、深淵度が1ミクロン未満、はい、で、円筒度も1ミクロン未満っていうふうで、まあ、非常に高精度にできる、まあ、技術を持ってるんで、まあ、自社製でこういうのを用意してます。で、今27なので27のマスターリングゲージをここから用意しますと、はいはい、で、当然ながらこれもうここ、クリタテクノの品質管理課の部署なので、はい、一つ一つに有効期限をつけて、はい、有効期限が切れるときにもう一度社内構成します。はい、で、社内構成するんですけど、社内構成するときにも比較測定するんですけど、その相手は当然社外の構成機関で構成されたものを元として、はい、そこで元気にして社内のリングゲージの構成をしているんですね。なるほど。はい、ですので、まあ、一度測ってもう何年も何年もその実測値のまま使っているわけじゃないので、あ、まあ、その辺はね、クリタテクノの品質管理っていうのは、まあ、しっかりしていると、うん、いうふうに自分で言うのもなんですけど、お客様からね、いろいろ監査を受けたりして、その辺はお墨付きですので、はい、自信を持って、品質管理はやっています、はい、で、このマスターリングゲージを使ってですね、はい、このシリンダーゲージをこう入れて、はい、これで27ミリが測れるはずです、はい、でね、これね、測定紙がこっち向いて あるんですけど、反対側にね、実はここの反対側のポッチがあるじゃないですか、はい、このポッチが動くんですよね、これペコ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 ね、このポッチがペコ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 動くことによってこうへこんだり、あ、そうするとこのダイヤルゲージが動くんですよ。なるほど。で、こっちは固定なんですよね、うん、はい、で、固定側を自分の方にするのか、稼働する方を自分の方にするのか、はい、結構ね、人によって違います。で、僕はもうどっちもやります。こんな感じで、ね、今入れました、はい、で、入れるとこうダイヤルゲージが動くんですよ。こんな感じでぐーっとこう寝かしてるんでね、当然寝かしていけば27ってこう垂直の時に27なんで、はい、寝かしていけばもっと広がりますよね、はい、そうですね。で、これである時針が反対向くじゃないですか、はい、シューッとこう切って急に、はい、ここで反対って言った、ね、ここが垂直になったっていう意味ですよ。こうやってやれば分かりやすいんですよ。キューって時にヒュッて反対する、うん、はい、で、ここで、まあ、ゼロをピッとやる、
ってやると、はい、ここがもう 27.0 ですよと。あー、ちょっとメモリを。これピヨー。お、戻りましたね。はい、戻りましたね。逆もやってみましょうか。ピヨー。ピヨッと。ピヨッ。ピヨッ。そこですね。そうですね。ここは0ですね。で、ここは 27.0 で、測りたい穴と比較するんですね。このマスターリングゲージと、はい、このにこちら側の27と、比較をします、はい、で、どっちがでかいの、ちっちゃいので、いくつちっちゃいの、いくつでかいのっていうのを見るんですね、はい、で今もう測定しましてね、もうほとんど、まあ、同じようなよー、おー、これ1メモリ1ミクロンですよ。わあ、3ミクロンぐらいですか、うんうんうん、3ミクロンぐらいプラスですね。たくさん針が右に行くと狭いんでちっちゃいんですけど、ゼロよりも左側にあるのでプラスです。お、3ミクロン4ミクロンというところですね。仕上がりですね、はい、すごいですね。ただこれ複弱を見ながらですね、これ6、ちっちゃい針今6らへんとこ行ってるじゃないですか、はい、これを見落としちゃダメです。6のとこありますよね、はい、さっきのゼロアースもう一回確認してみましょうか、はい、これも同じように6のとこにあるわけじゃないじゃないですか。あら、ね、だからこれ 27.003 ではないんですよ。おお危ない。もう8と6でもうここでコンマに違ってないんですよね。こういうことがあるんで、この高い点っていうダイヤルゲージなんですけど、高い点は気をつけないといけないです。1回転未満を使うとそういう間違いはないんですけど、はい、ただ1回転未満だとその測定範囲がすごく狭いので結局測れないっていうことが起こるんですよ。だからさっき適当にこれ測りましたよね、きっとこの時に 27.2 ぐらいなんですよ、はい、27.2 ぐらいになってるんで、この穴は 27.003 じゃなくて 27.203 なんですね。おこれ気をつけなきゃ。高い点を使う場合、はい、その複弱、これ複弱っていう言い方おかしいんですけど、まあ、ちっちゃい方の大きいメモリ、はい、ちっちゃいメモリなんだけど桁数が上なんですね、はい、これを間違えないようにしてメモリを読み取る必要があります。だからこそ一応こういった簡易的な測定をしといた方が間違いないです。もうこれもなしでいきなりやって、あお1000分の3すげえ成績いいですねって言ってプラス1000分の3ですよみたいなことを言っとったらダメなんですよ、はい、もうコンマに違ってますから、ということも注意して測ります。あ、はい、危ない。シリンダーゲージは、はい、ノギスのように、はい、いろんなところで工夫して測れるとか、 あとゲージブロックで、ね、いろんな測り方ができるとか、そういうことは一切ないっす。もう穴測るのみ。なんかこう違うものを使うとこんな測定もできますっていうことは一切ないです。応用効かないです。もう穴測るだけなんで、まあこういった感じで今言ったようにダイヤルゲージつけるダイヤルゲージによって注意することがありますよということと、まあ僕今さっきここ間違えましたよね。こういったところのスペーサーの使い方の間違いを気をつけましょうと、はい、まあそういったところですね。でまあ何しろ人間の手のまあ温度っていうのも測定にすごく関係があるので、なるべく触る、がっちり触らないようにやる、まあ、手袋をつけるなど、はい、私今つけてませんけどね、こういう感じでね、あんまりがっつり持ってやらないということを気をつけてやってください。はい、まあ、シリンダーゲージはそんなところですかね、はい、尺短いですか、尺。いや、もう20分出ます。本当、はい、じゃあ、これで終わります。次の機会にお会いしましょう。さよなら。
ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。私たちクリタテクノでは今絶賛一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひコーポレートサイトを見てください。動画の中で紹介した黒田正和の YouTube 工業高校企画講座編今大好評です。学習の方からプロの設計者まで多くの方にご覧いただいています。ぜひ再生リストを見てください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価コメントをぜひお願いします。もしくは Twitter などシェアしてくれると嬉しいです。皆さんの応援が本当に励みになっています。ではこれからも役立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。